内子駅から眺めています。まだ雨が降っています。内子駅です。モニュメント内子駅を見ています。案内があります。さあ観光に向かいます。あいにくの雨です。パンジーの花が咲いてます。ここで左、高速道路見えてます。広い通り、神社です。梅が咲いてます。石道路、水仙も咲いてます。黄色の水仙、これはふれあい通り。結構車が通ります。いい匂い。橋を渡ります。栄橋から山に雲がかかっています。お酒屋さん、こんぴら道路、案内が多いです。内子田駐車場、ちょっと行ってみましょう。傘を差しています。これは梅ですよね。これが内子田だ。由来、さすがに大きいですね。町並み保存地区へ。旅館やってるのかな。歴史を感じます。こっちはお寺かな。あずま屋、世界の商人高畑誠一。10時35分、トイレがありました。善照寺、お墓の案内。太い桜です。曹洞宗のお寺、ビジターセンター、昔は警察署、センターの中です。観光案内、レンタサイクルあるんですね。昔警察署だった階段、レトロな窓です。針が太いですね。綺麗に展示されてます。ビジターセンターでした。内子児童館、学者の記憶、この建物ですね。本屋さん、水仙が咲いてます。ボンタンと八作です。
これはいいですね。また後で行ってみましょう。八幡神社ありがとうございます。大きな御神木のイチョウ、奉納絵馬を見せてもらいました。勇ましいですね。やはり赤ちょうちん気になります。人形屋さん、あれはホテルです。あの中に部屋があるんでしょうね。近くに小山があります。火を防ぐ地蔵様、亀がいます。食堂でした。伊予銀行内子支店です。まだまだ続きます。こっちに行ってみましょうか。お寺があるんかと思ったんですがね、商店から離れましたね。梅の花、高橋市です。日本のビール王の聖火、高橋さんの聖火。うちこのビールは美味しいでしょうね。通りに戻りました。上り坂です。ペットセンター前、伝統が面白いですね。おせんべいの店、花をきれいに飾ってますね。うどん屋さん、向こうが町並み保存地区、町並み保存地区150メートル。まだ雨が止みません。高い木が見えます。門が素敵です。違う、町並み保存地区か。本羽賀家住宅、本羽賀家住宅、とても綺麗です。梅がいいですね。反対もそうですね。先に上の方行きましょうか。夏は座っていたら涼しそうです。路地の様子、赤ポストあります。見事な家です。上羽賀家住宅、内子中学校、こんな柵があります。門が残ってるんですね。川があります。清正広場、
ここが広場。清正川。結構急なんですね。これは何をするんでしょう。石道路、左に行きますか。お地蔵様、弥勒真言。なんか歴史を感じるような屋根が見えます。お寺ですよ。右に広い駐車場。高照寺の涅槃仏、涅槃仏様です。こちらにもなで仏。高照寺、六地蔵様。鐘楼、木が新しいです。井戸、厳かな景色です。町指定文化財、高照寺。これは桜？石の模様もいいです。さあ降りましょう。池があります。鯉がいます。高速道路が見えます。お手洗い、何の建物だったか書いてませんね。横に遊具があります。これはバスの駐車場。たくさん観光に来るんですね。観光案内、こっち行ってみます。雰囲気いい街並み。ほんとよく残ってましたね。街並み保存センター。中はあったかいです。素敵な建物。出ました、大戸仕留戸案内。大きな松ぼっくり。さっきは右に曲がって高照寺に来ました。鬼ヶ原、やはり橋がありました。ここを左に曲がりましょう。12時サイレン、びっくりしました。どぶろく工房前を通過。歴史が残ってる町。この通りにうどん屋さんがあったはず。あれでしょう、やってるかな。12時で売り切れでした。今度はこちら側見ていきます。子牛の説明。これは生神戸でよかったかな。老垣、盗難防止用だって。木村家住宅。新しい屋、八日市資料館と書いてあります。石畳の道。静かだけど人は住んでるんでしょうか。下り坂です。金光橋、
保存地区。2階への階段があります。ご自由にお入りください。失礼します。かまど、こんな生活だったんですね。庭、打ちこぼれ、宿もやってます。石畳がいいですね。無人市だ。お、賑やかなったかな。これはろうそく屋さん。醤油発酵蔵。黄門様、一緒に写せます。伊予銀行です。おいしい酢たまご点1。あそこが朝通った道です。さあ戻るような道ですが、林助でお昼にします。